田村文章は日本の作曲家、編曲家。東京都杉並区に生まれ、埼玉県川越市に育つ。埼玉県立川越高等学校卒業、東京芸術大学卒業、同大学院修了。キルドホール音楽演劇学校大学院修了。1995年から1997年まで文化庁芸術家在外研修院として、イギリスにて研修。 作曲を、北村明、近藤譲る、松下伊佐を、アール・サクストンに支持。仏記国際作曲コンクール、アタ賞、文化庁舞台芸術創作賞励特別賞、朝日作曲賞、国立劇場作曲コンクール、ジェネシス・オペラ作曲賞審査員特別賞など入賞、入選多数。アジア音楽祭、東京の夏音楽祭、スピタル・フィールズ音楽祭、 ザ・ステ s ト・オブ・ザ・ネーション音楽祭、アジア作曲家協議会音楽祭、国際現代音楽協会世界音楽の日々など、国内外の主要な音楽祭で作品が演奏されている。1994年度、全日本吹奏楽コンクール課題曲である、京王夫人、太宰自作、京王夫人のための音楽は、課題曲史上最も長い曲であり、楽譜指定の速度で演奏すると、 約7分かかる曲である。さらに、現代音楽のため描し、テンポが目まぐるしく変わり、演奏者に高い技術が必要とされる。難易度が高い作品が多いため、コンクールの自由曲として取り上げられることは多くないが、編曲作品のバッハの名による幻想曲と風ガはその中で人気作品であり、これまでに全国大会で6度金賞を受賞している。 神戸大学大学院人間、発達環境学研究科人間発達専攻、准教授を経て、現在、東京芸術大学音楽学部音楽、環境創造科准教授。日本作曲家協議会、日本電子音楽協会、日本音楽学会、作曲家グループテンプスノブム、法学器アンサンブル、日本音楽集団各団員、会員。 日本感覚芸術学会理事。現代音楽演奏団体アンサンブルコンテンポラリー、アルファー代表。21世紀の吹奏楽、響き園会員。なお、中学校、高等学校教諭免許状を所有している。オーバーリアクションで、ゼミ性を表せる一面も存在する。また音楽関連の知識はもちろん、正しい日本語の書き方もゼミ内では、徹底的に指導をする。 趣味は、発芽玄米の成長を見守ること、特には料理。ありがとうございます。